直江兼続は、米沢藩初代藩主上杉景勝を支えた文武兼備の知将です。兼続は、安定した豊臣政権の中で、戦乱で疲弊した越後を立て直そうと奔走しました。農民に新しい田畑の開墾を奨励することで、新田開発が進み、現在に至る米どころの礎となりました。その後、年貢の返還をめぐって兼続は直江城を家康に送り、激怒した家康は会津征伐を実行することになります。それが後の関ヶ原の戦いにつながりました。関ヶ原の戦いで兼続は西軍の上杉家につき奮陣するが、西軍が敗北すると危険な撤退を余儀なくされました。苦戦を聞かした兼続の見事な撤退戦により、米沢までの撤退に成功することができました。この撤退劇は敵将も称賛するほど兼続のリーダーシップを示しています。